狙われた学園は、眉村拓のジブナイル SF 小説、1973年間。また、それを原作とする映画、ドラマなどの作品。1977年に NHK で放映された少年ドラマシリーズの未来からの挑戦は、狙われた学園と同じく、眉村拓の地獄の才能とを原作としてドラマ化したものである。1981年に、 大林信彦監督、薬師丸広子主演、高柳良一、長谷川正美、峯岸徹による映画がヒットする。以後、テレビや映画といったメディアで数度リメイクされている。関孝二が通う安倍屋、第六中学校で生徒会役員選挙が行われようとしていた。安倍屋、第六中は進む学校と言われるだけあり、生徒たちは熱心に勉強していたが、 部活動さえ定調になるほどの勉強重視の雰囲気からストレスを感じ、いたずらなどの問題行動を起こす生徒も少なくなく、校内の風気は乱れつつあった。だが、高見沢みちるという一人の女子生徒が会長職に就任したことをきっかけに変貌が始まった。彼女は圧倒的な実行力で生徒会を支配し、反対者を不思議な力で抑えつけていった。そして、 学校の風紀を取り締まるという名目で、パトロール委員を新設し、学校を実質的に支配し始める。やがて工事は、ある出来事をきっかけに、高見沢未知の強引なやり方に反感を持ち、楠本和美らクラスメイトたちとともに、生徒会に戦いを挑む。その途中で、高見沢未知の超能力や彼女が超能力を学んだと思われる。 秀光塾という奇妙な学習塾、そして圧倒的な力を持つ謎の少年、京国の存在が浮かび上がってきた。ありがとうございます。